はい、皆さんこんにちは。今日はですね、こういう感じのおしゃれな文字の書き方について紹介していきます。書き方っていうよりかはどちらかというと、練習方法ですね。こういった文字のことをレタリングデザインとかカリグラフィーとかって呼んだりするんですけど、こういった文字を書く練習方法について今日は紹介していきます。で、ちょっと前にこういうおしゃれ文字を書くためのブラシセットの解説動画を出したんですけど、まあそこでなんかレタリングを書く練習はどうやってやってるんですかみたいな質問が来たので、今日はねそれに答えていく感じの動画になります。で、まずはじめですね、ちょっと準備として、練習するための PDF の用紙みたいなのをダウンロードしてくるので、まずサファリ立ち上げてもらって、Google でも何でもいいので検索をかけます。で、この検索するワードなんですけど、レタリングプラクティスシート PDF フリーで検索してください。レタリングプラクティスシート PDF フリーです。で、まあ日本語でも例えばレタリング練習シートみたいなので検索しても出てくるかもしれないんですけど、英語で検索した方が圧倒的にこういうのがたくさん見つけられるので、英語で必ず検索するようにしてください。で、検索して例えばね、こういうサイト見てみると、無料でこのレタリングを練習するための PDF シートみたいなのがサイトに掲載されてるんですね。なのでこれを使って練習していきます。で、まあちょっと前にもね、同じようなチュートリアル出してて、その時はiPad で文字が上手くなるの巻で紹介動画1個出してるんですけど、それと同じようなやり方で今回はやっていきます。で、その動画については概要欄の方にリンク載せてるので、よかったらそこからジャンプしていってください。で、練習したいシートが見つかったら、この上の書き出しボタンを押します。で、この中から何でもいいので、皆さんが持ってるノートアプリを開いてください。で、今回の場合は、ノートシェルフで一番初めやっていきます。で、そうするとこんな感じでね、PDF が読み込まれていくんですけど、まあ、これを上からなぞっていくという形になります。で、ブラシなんでもいいので取るんですけど、できればね、筆ペンみたいなブラシがいいです。なんですけど、ちょっとね、ノートシェルフには筆ペンみたいないいブラシがなかったですね。なので、こんな感じで筆記体のね、文字の練習みたいなのはできるけど、あんまりリアルな感じで、トレースすることはできないです。で、まあ今回はね、ちょっとノートシェルフいまいちだったので、GoodNote 5の方でも読み込んでやってみました。で、GoodNote 5になってから筆の種類が増えたみたいで、新しく筆ペンと、あとは万年筆かな。万年筆はもともとあったかもしれないんですけど、筆ペンっていうのが増えました。で、この筆ペンっていうのが、レタリングを書くときにすごい優れてるんですね。これですね。一番右側、これです。結構この細いところとか、あと太いところとかの筆圧を結構感知して、いい感じの、筆っぽい質感が出せるので、ぜひこの GoodNote 5の筆ペンを使って練習すると結構いい感じに練習できます。で、このレタリングなんですけど、簡単そうに見えてね、実は結構難しいんですよね。この羽の部分をどうするかとか、あとはさっき言ったように筆圧、どこで筆圧を入れるかとか抜くかとか、あとはそもそもこの筆記体をね、書き方を知らないと、このレタリングうまく書けないので、この続き文字って呼ばれるやつですね。普通にアルファベット書くと一個一個の文字が離れてるんですけど、レタリングをするときは、この一個一個の文字をつなげて書かなくちゃいけないんですね。文字の終わりが次の文字の始まりの線とつながって書いてあげるとかなり綺麗に書けます。で、まあこういうのをこんな練習シートを使って、練習していきます。で、私はこれ高校生の時とかにやってたんですけど、まあもちろんその時は iPad 持ってなかったんで、その時はアナログで紙にね、こう上からなぞるようにして練習してました。でもね、皆さんには iPad があるので、これで何回でもね、やり直すことができるので、これで練習してみてください。
で、グッドノートでもいいんですけど、もうちょっとしっかりとレタリングの文字書きたい人はプロクリエイトに持っていった方がいいです。で、プロクリエイトにこの PDF シートを持っていくときなんですけど、PDF はプロクリエイトに直接読み込めないので、一旦グッドノートに保存します。で、この状態で上の書き出しマークのところに、このページを書き出すっていうのがあるので、これ選択して、この真ん中のイメージの状態で書き出します。で、イメージで書き出すと JPEG のデータが保存されるんですね。なのでこの状態で一旦画像を保存で写真フォルダの中に保存してください。で、この状態でプロクリエイトを立ち上げていきます。で、さっきの写真フォルダにセーブしているので、これをですねグイッと入れてあげます。こんな感じ。そしたらさっきの PDF が、JPEG データとしてプロクリエイトの中に読み込まれてます。で、上にプラスでレイヤーを追加して、ここに文字を書いていくんですけど、まあ、ここからはいつもね、私がトレースをやるときの、決まりのやり方で、画像のデータの不透明度を 10% ぐらいに下げてあげて、この状態で上になぞって書いていきます。で、今回使うブラシなんですけど、アミティスクリプトブラシの中のラビットです。で、ラビットがね、めっちゃレタリングデザインをするときにすっごい使えます。で、他に使えるブラシとしてはラビットか、ドルフィンかシータートル、この3つがレタリングに使えるブラシなんですけど、一番おすすめはラビット。すっごい綺麗なラインが描けます。で、まあラビット選択して、文字の太さ、ブラシの太さはお好みで変えてもらって、こんな感じでなぞっていきます。で、このラビットはね、この細いところと太いところのコントラストがすごく強くて、あとはストリームラインっていう、こう滑らかに曲線を描く設定項目があるんですけど、そこをかなり高めてるので、すっごく滑らかなラインが描けます。で、こういう綺麗めのね、文字を描くときに優れてるので、例えば、そうですね、結婚式の招待状とか、あとはサンキューカードとかかな、女性に渡すよとかにもかなり使えると思います。で、こんな感じで、ほとんどミスなく一筆書きでここまで書くことができます。で、この PDF シートに関しては、コングラチュレーションズの、言葉のいろんな書き方を紹介している PDF なので、まあ、他のやつもちょっと書いてみたいと思います。で、レタリングするときね、結構やっぱ自分の文字の癖みたいなのにすごい左右されて、いつも同じような文字書いちゃうっていうことがあると思うんですけど、まあこういったね PDF シートだといろんなバリエーションの筆記体が載ってるので結構参考になります。で、まあ今回はサファリで検索した PDF を使ってるんですけど、他にも Pinterest っていう画像検索アプリ、サイトみたいなのもあるので、そこで、Pinterest でレタリングデザインとかで検索してあげてもすごいたくさん出てきます。で、まあそれスクショ取ってこっちのプロクリエイトに読み込んであげてトレースするだけでもかなり練習になるかと思います。はい、ということでですね、今日はこんな感じで完成にしたいと思います。ここで書いたやつは、ピング書き出しとかしてあげたら、いろんなねウェブバナーとか、あとなんだろう、ポスターとかにも使えるので、ぜひね、いろいろここで練習して、書いて、デザインに使っていただければと思います。で、またね、おしゃれな文字の書き方とか、いろいろ紹介していくので、もしね、この動画が役に立ったら、ぜひ、いいねボタンをお願いします。で、このブラシセットね、ラビット、今日使ったんですけど、それのダウンロードリンクも下に書いておくので、よかったらそこからダウンロードしてください。はい、ということでね、今日はご清聴どうもありがとうございました。また次回の動画で。バイバイ。